平野紫耀、川島かわさんとの再会に反応を喜び、新たな写真撮影に期待高まる。平野紫耀、お世話になった写真家と再会、感期、ご縁が続いているのも嬉しい。 元キングプリンスで飛べ所属の平野紫耀が以前にグループのカレンダー撮影でお世話になったことがある写真家川島小鳥さんと再会したことを13日自身のインスタグラムで明かしたこの喜ばしい再会にファンの間では歓喜の声が広がっている数日前から大量の写真を投稿していた平野 この日は夜間にライトアップしたスカイツリーを背に屋上のような場所で神宮寺ゆうたと映る2ショットを公開。大量にどうぞ、ラスト最後はジンと一緒に、と伝えている。そして撮影楽しかったなこの撮影をしてくださったアットコトリー川島さんありがとうございました。と感謝しつつまた撮ってくださいと願っていた。平野の率直な感謝の気持ちと、 今後の撮影に対する期待が伝わってくる。ファンからは、ベストカップルでしょう。やっぱり二人は、最強、格好が、良すぎるます。最強最高の投稿ありがとう。豪華すぎるから。写真集にしてくれ。川島小鳥さんって KP 0カレンダーの6人の熱海旅行を撮ってくれた方だ。ご縁が続いてるのも嬉しい、ね。 めちゃくちゃいい写真なのはもうわかってたけどカメラマンが川島小鳥さんだったのかという声が寄せられた。この再会に対するファンの歓喜の声は平野と川島さんの関係が深いことを証明している。特に川島さんが過去に撮影した熱海旅行の写真でファンの心を掴んで以来、彼女と平野のコラボレーションはファンにとっても特別なものとなっているようだ。 今後、平野と川島さんの新たな写真撮影に期待が高まっている。彼らの才能が再び織りなす美しいコラボレーションがファンにとっての心の拠りどころとなることは間違いないだろう。本文、平野耀は数日前から自身の SNS アカウントを通じて続々と写真を投稿していた。 その中でも特に注目を集めたのが屋上でライトアップされたスカイツリーを背景にした神宮寺優太たとの2ショットだ。彼の投稿は大量にどうぞラスト、最後はジンと一緒にというメッセージと共に公開された。この投稿に対してファンからは歓喜の声が寄せられた。ベストカップルでしょうやっぱり二人は。 最強格好が良すぎる、マスといったコメントが多数寄せられその美しい写真に対する賞賛が続いた。しかし、注目すべきは彼が感謝の意を表明した川島小鳥さんへの言及だ。川島さんはかつて平野が所属していたグループ、キングプリンスへのカレンダー撮影に関わっており、その時から両者の関係は特別なものとしてファンの間で認識されていた。 撮影楽しかったな。この撮影をしてくださった。あっと小鳥井川島さんありがとう。ございました。また撮ってください。と、平野は投稿の中で述べている。その率直な感謝の言葉は、彼が川島さんとの撮影に対して抱く深い感謝と信頼の表れとなっている。川島さんは過去にも、 キングプリンスへのメンバーとの熱海旅行を撮影したことがあり、その写真はファンの間で大きな話題となっていた。この再会が平野と川島さんの新たなコラボレーションを意味する可能性が高まっていることから、ファンの期待はより一層高まっている。平野市洋と川島小鳥さんとの再会によって、ファンの間には大きな喜びが広がっている。 彼らの関係は過去から気づかれており、そのつながりが今でも続いていることが伺える。特に、川島さんが過去に撮影した熱海旅行の写真がファンの心を捉え、彼女と平野のコラボレーションが特別なものとなっていることは明らかだ。今後、平野と川島さんによる新たな写真撮影が期待されている。その美しいコラボレーションは、 ファンにとっての特別な瞬間となることが予想される。ファンは二人の才能が織りなす魅力的な作品を心待ちにしており、今後の活動にますます注目が集まることだろう。